はいどうも銀です。今回はダンゴムシ会です。今回もとんでもないダンゴムシを用意してきました。今回紹介するのはヘレリアという世界最大のダンゴムシです。世界最大なんて言ってもどうせダンゴムシでしょって思うかもしれませんが、いやまあそうなんですけどダンゴムシとしては規格外に大きなダンゴムシです。それでは見ていきましょう。はい、こちらがヘレリアダンゴムシです。比較対象がなくてもその重厚感が伝わってきますよね。外骨格にはほとんど光沢がないマットな質感が余計に重く見えるし、顔出しもはっきりとわかります。ヘレリアはイタリアのコルス島などに生息するダンゴムシで、実は一般的な内陸のダンゴムシの仲間ではなく、浜ダンゴムシという砂浜に生息するダンゴムシの一種です。ですがヘレリアは浜ダンゴムシ科で唯一内陸に生息するダンゴムシで、森林内の落ち葉の下で生活しています。若い個体は地表には現れず、脱皮や食事などを全て地中で行います。成体になると夜間のみ地上に出てくるようです。気になる大きさなのですが、丸まった状態でも100円玉と比べてもこんなに大きいです。まだまだこの子たちは若い個体なのですが、大きくなると全長が500円玉に迫る個体もいるようです。とんでもない大きさですよね。これは僕が飼育しているアルビノのオカダンゴムシという一般的に日本でよく見るダンゴムシとの対比なのですが、一目でわかるほど大きく、まるで別の生き物のようです。ちなみにアルビノダンゴムシの方は成虫です。そしてこのヘレリアダンゴムシの幼体は親の糞を食べながら成長する必要があるようで、どうやら腸内細菌を共有しているようです。またメスは生涯で一度しか交尾をせず、地中である程度の社会性を持つ集団を形成するのですが、これは一般的にダンゴムシの仲間には見られない習性で、ある程度の知能がうかがえますよね。余談ですが、世界最大級のゴキブリであるヨロイモグラゴキブリも親と子で集団を形成するなど、個人の予想なのですが、ある種の中で一般的な大きさよりもかなり大きくなる種類は知能が高いように思います。飼育環境なのですが、ここまで一般的なダンゴムシとかけ離れた習性に規格外の大きさを持っているので、飼育は難しいんじゃないかなって思いますよね。それがどうやら割と簡単なようで、この子たちは先ほども言ったように野生では森林内の落ち葉の下で生活しています。ですので8センチから10センチほど腐葉土を持って、脱皮のためのカルシウムを混ぜ込み、少し高めの湿度を維持してあげれば簡単に飼育ができます。海水水槽を立ち上げるためのマリンソルトも少量入れてあげるのも良いと聞きます。というのもヘレリアが属している浜ダンゴムシ科のダンゴムシは飼育環境を立ち上げるときにマリンソルトを混ぜてあげます。他にも一部のダンゴムシの飼育時にミネラル分として与えることがあるので、自分も一つまみ程度入れて様子を見ています。今のところ弱ったりせずに元気にしているので、悪いものではないようですが、いい作用をもたらしているかは不明です。はい、ということで今回は世界最大のダンゴムシヘレリアの紹介でした。規格外もいいところですよね。流通した当時は5匹で10万円ほどの値がついていたのですが、最近では5匹2万円くらいに落ち着いたので、だいぶお求めやすくなっています。皆さんも世界最大のダンゴムシを飼育してみませんか？それでは皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。